写真拡大。ロッテは18日9月1日から始めた2019年ウリコペナントレース決勝ラウンド5試合を終えての途中経過を発表した。1位は7さんの1914杯、アサヒビールだった。2位リカさん1838杯、札幌ビール。3位近藤明宏さん1642杯、コカ・コーラソフトドリンク。4位今井さやかさん1619杯、アサヒビール。5位彩香さん1243杯、キリンビール。ウリコペナントレースに参加した総勢146人のうち決勝ラウンドへ進出した。9月の決勝ラウンドでハンディを含めて1位を獲得したウリコにはハワイアン航空、成田ホノルル往復ペア航空券がプレゼントされる。2位のリカさんはお客様から頑張ってね、応援してるよと声をかけてくださることが私の励みになっています。残り4試合はお客様への感謝の気持ちを込めて、いっぱいいっぱいを大切に売り歩いていきたいです。最後まで応援よろしくお願いします。時合を入れ直して。